さん、はい、クーレマーケです。おはようございます。ウランです。今日はご覧の通り、モンパンでございます。韓国の最強タッグ、辛ラーメンとチーズキンパを作っていきたいと思います。辛ラーメンはスープ代わりに作っていきたいと思います。なのでメインは今日はチーズキンパです。新大久保とかでも最近流行ってるみたいで、お店には食べに行きたいなって思ってるんですけど、待ちきれないので、自分で今日は作りたいと思います。ので、まず材料紹介。辛ラーメンね。キムチ、ネギ、もやし、海苔、ツナ、チーズ、ケチャップ、ごま油、コチュジャン。で、できちゃいます。早速作っていきたいと思います。それではいきましょう。せーの。マグネに移動してまいりました。ですね、授業中のあさみさんがここに授業中今オンライン授業やってるのにもかかわらずそろそろいろんなとこ行ってダメです、はい、ダメです、はい、見学するなら見学許可証をもらってきなさい。見学します。はい、どうぞじゃあ見学者のあさみさん、上から皿をお取りください。平べったいやつ、はい、役に立つな。まあね、ご飯に混ぜるやつ作ります。キムチとツナです。ツナ、キムチ、キムチは刻んで入れなきゃいけないんですけど、まな板を汚したくないのでここで細かくして細かくしたやつを入れたいと思います。あ、分量は分かんない。好きな分量でお願いします。ほっほっほっ。水漬けにごま油入れよう。うわ、めっちゃいい匂いする。このボウルに焼いたやつ移します。でどんくらい作ろうか決めてないけど2本分ぐらいにしようか。私の悪い癖、全部出してから料理すること。よいしょ。ご飯と混ぜます。そこにケチャップとコチュジャンを入れるんですけど、辛いのが好きな人はコチュジャンを多めに、辛いのが嫌いな人はケチャップを多めに。こんくらいケチャップ、コチュジャンがスプーンで見えますかね、見えますかね。で混ぜていきます。しっかりコチュジャンが合わさるように混ぜてください。おー、いいんじゃない。はい、こんな感じ混ざりました。そしたら巻く作業に入ります。ここにラップを引きまして、海苔を1枚出します。そしてこれをのせるんだけど、3センチぐらい、3センチぐらい開けてご飯を海苔にのせます。あ、天才。いいかな。そしたらここに真ん中にチーズのせます。 OK。 こちらから巻いていきます。結構強めに。ほっほっ。お、できた。1本完成。一旦置いときます。もう1個作ります。お、いけた。はい、2本目巻き終わりました。そしたら一旦、海苔がなじむまで放置します。切ります。はい、というわけでラーメンとチーズキンパ完成しました。やばくない？ラーメンとチーズキンパの組み合わせ最高すぎなんだが、写真撮ろう。それではいただきます。まずチーズキンパ、伸びないよね。あ、伸びないわ。ピンと、うわー、いただきます。やばっ、おいしい。めっちゃツナがいい感じしてる。今回はちょっと辛めに作ったんでピリ辛なんですけど、やっぱ合うよね。チーズとキムチは絶対合うし、ツナ最高にいい役目してる。では辛ラーメンもいただきます。なんか鍋でそのまま食べた方が韓国っぽいかなっていう、ただそれだけです。豆もやしめっちゃうまいじゃん。やっぱキムチを一回焼いてから作る辛ラーメン最高。今はね、あさみちゃんは学校のオンライン授業終わってお仕事があって出かけたんですけど、エアちゃんも今は用事があっていないです。なのでお家には私一人。今3時ぐらい。本当にお腹すきすぎて死ぬかと思った。うめっ、何これ、最強。うまっ。やっぱ合うね。あ、ゲップ、ごめんなさい。あ、ごめんなさい。みんなの今日の夜ご飯は何ですか？結構最近自炊してるかも。何作った？グラタン作ったり、肉じゃが作ったり、あとはチゲ、結構いろいろ作ってる。つけて食べよう。うわ、やばい、贅沢。けなそうだね。うん、やめました。うん、めちゃくちゃ合う。キンパと辛ラーメンで食べる組み合わせマジ最高。こっちは明日の朝分にとっとこうあとは辛ラーメンを食べます。これめっちゃ飛ぶんよな。腹水も出るしさ、もうさ垂れ流しなわけよ、うん、結構ぼっち飯してる方、あ、でもこの間の私のぼっち飯の動画を見て作ってくれた方結構いて、その報告がめちゃくちゃ嬉しい。だってさ、参考になるか分かんないぐらい適当な料理の仕方してるし、ね、なんか目分量とかめちゃくちゃ多いからさ、なのになんか作って食べてみましたとか、なんかすごい報告多くってめちゃくちゃ嬉しい。はい、というわけで今回はチーズキンパと辛ラーメンの最強タッグ作って食べてみました。いかがだったでしょうか。みんなもね、なんか作ってほしいもの、食べてほしいもの、ぜひコメントに書いていただければなと思います。そして作ったよとか食べて美味しかったよみたいな報告もお待ちしておりますので、ぜひ私の SNS だったりこの動画のコメント欄でお知らせしていただけると嬉しいです。というわけで裏のぼっち飯、これにてごっつぁんでした。びしょで今日継承うまくいった。めっちゃうまくいった。本当すごい可愛い。うん、なんか今日ノーズキャドウかな、違うの。マジ。え、でもなんか花がなんか高いっていうか広い。